何ですかみたいな顔してるあの猿。スーパーモンキーボール。なんか俺が言おうとしたの全部言われた。はい、どうも、ラキです。今日はモンキーボール、スーパーモンキーボールというゲームで遊んでいきたいと思います。で、いきなりなんですけども、皆さんこのゲーム知っていますか？多分ね、俺と同い年とか、まあ、20代ぐらいの人が知ってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、これは昔あのプレステの時ですね。プレステ1とか2の時に、まあ、ちっちゃい頃に僕がハマってたゲーム、スーパーモンキーボールなんですけど、任天堂スイッチでね、出たということで、まあ、最近というか、ま、ここ最近全く出てなくて、ね、なくなっちゃったんかなとか思ってたんですけど、なんかスイッチで、最近10月の31とか、かな ?10 月末に出たので、今日は楽しんで遊んでいきたいと思います。で、一応メインゲームとパーティーゲーム、そしてオンラインモードっていうのがあって、ま、いろいろあるんだよね。なんか要素が増えたというか、まあ、とりあえず今日はメインゲームでやっていこうか。そう、キャラクターが、そのアイアイ、ミーミー、懐かしい、ベイビーいたわ。で、ゴンゴン、ゴンゴン、ゴンゴン。で、ここまで4人はいたんですよ、昔の。俺が知ってるキャラクター、アイアイ、ミーミー、ベイビー、ゴンゴン。で、これ新しく出たの。あ、でもヤンヤンちょっと聞いたことあるかもしれない。ヤンヤンとドクター。あれ、なんか聞いたことあるな。まあ、いや、まあ、最初なんで、アイアイかな。一番最初っていうか、まあ久しぶりにやるので、まあみんな初期のキャラ見たいでしょう。1から8ステージまであるのか。ね、多分最初チュートリアルみたいなもんじゃないかな。このゲームはですね、イライラ棒にちょっと似てまして、イカスフィアみたいな、まあ、イカじゃねえか、猿か。猿スフィアだな。猿がスフィアの中に入ってゴールを目指すゲームなんですけど、まあちょっと落ちたらダメっていう。で、いろんなギミックがあって、まあマリオとかまあいろいろ、まあ、他のゲームの名前出していいのか分かんないけど、そのマリオとか、まあ、いろんなのが混じったようなゲームとなってます。ボールとジャンプ、ん？ボールを動かすとジャンプがあるのか、オッケー。やべえ、すげえ久しぶりだ。懐かしいもん、10年ぶりぐらい。いや、もっと前だ。15とか14年ぶりじゃないかな。始まりました。これ制限時間内にね、クリアするんですけど、ああ、もうゴールじゃん、これ。直線すぎるわ。最初だからな。これでいろんなステージやっていこっか。これ、ね、確かね、傾けんねんだよ。自分が操作したら、ステージが傾くの。確か。で、ステージ傾けて移動させないといけないっていう。あ、でもね、これね、曲がりづらいわ。思ったより、このボール曲がらないわ。これ制限時間内にクリアしましょうって。まあ、今、柵があるから、あれだな。落ちる心配はないんだけど。はい、ゴール。簡単。最初簡単だな。落ちたらね、やり直しとかあって。で、奇数も一応、右上にイカちゃんじゃねえや。猿のマークがあるんですけど。それが奇数になってて。おい、なんかいけない。あ、これジャンプか。え、ジャンプ力こんなあったっけ本当に、イカスフィアみたいじゃない。あ、そう、5ステージまで行くと確かボーナスステージがあるんですよね。これ全部取るまで終わらないっていう。バナナを全部取るまで終わらない。もしくは、時間制限が、ゼロになるまで。終わらないので。ちょっと、長くなっちゃうんですけど。これゴールがないんだよ。あ、落ちてもダメだった気がすんな。でも今回この柵があったら落ちれないし。あれ、ボーナス大事だよね。今ちょっと一人やってるんですけど、これね、友達とやると、まあ、交互に、あ、できたできた、パーフェクト。まあ、交互にコントローラー交換して交互にやるんですけど、で今日は、次は誰々の番だよ、みたいな。で、みんなのプレイ見て、で、最初にゼロキーになったら負けなんですよ。っていうゲームを昔やってまして、もうそれがなんか、当時の、俺が子供の頃、今多分みんなスプラトゥーンとかやってるんだけど、当時子供の頃は、まあ俺はそのゲームやってました、ずっと。あと、猿月中とか。なんか猿のゲーム結果やってた。俺猿好きなのかな？猫の方が好きなんだけどね。あ、これ最初のさ、ステージ。あー！曲がれない！危ない！全然曲がれない。え、意外と曲がれないんだね。難しいよ。オッケー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 。まっすぐ行くのもちょっと難しいもん。あ、一応これジャイロ操作じゃなくてスティック操作なんですよ。だから、簡単、久しぶりにやるでしょ。俺大人になってるから簡単か。あ、8の字だ。8の字なんか当たらずに行きたいよね。ブレーキとかあんのかね。あ、やべ、間違えてジャンプした。危ない。でもこれ最初序の口だからな。うわー、今危なかったね。
やべえ、これ一人でやんのも楽しいけど。友達呼びたい。ちょ、誰か、うち来ませんか今から。一緒にモンキーボール、多分4人までできるから4人まで、やらない？モンキーボールしたいわ、みんなで。楽しいもん。すげえ懐かしさと、あ、こんなゲームだったなっていう。なんだろう。それが懐かしさか。あ、懐かしいんだろうな、じゃあもう。うわぁ、ちょっと今風で、鳥に風で今ぶれた。台風の時にバイク乗ってなんか揺られた時みたいになってる。おい、なんか、なにこれ、鳥来た、鳥、ボスみたいの来たよ。僕知らない、初めて見た、知らない。あ、ガチでボスだ、ボス登場。ハゲタカみたいの来ましたね、ハゲタカ。んーと、これは頭だね、頭狙うんだろうね。ジャンプでいけるのかな。あ、わかった。攻撃してきた瞬間に頭にジャンプで乗るんだ。よいしょ。結構ジャンプ力高いからさ、デフォルトの状態でも行くな。おい。おい。あ、危ない。あ、行けそう。あ、いた。2発当て。でも3回かな。え、違うんだ。右下にボスの体力あるわ。あ、今惜しかった。うお、弾かれた。危ないね、今ね。あ、惜しい。よし。あ、これあと1回だな。まあ、やっぱステージ1のボスだけあって、まだまだ序の口ですね。大したことないですね。風がジャンプしたら絶対飛ばされるから気をつけないと。ゴリ押しもできそう。あ、ゴリ押しできた。ハゲタカごめんな。よく動物園とか行くとね、いますよね、ハゲタカ。頭ハゲてんなーと思って。よく素通り通り過ぎます。止まらない。いや、モンキーボール久しぶりやったけど楽しい。14年、15年ぶりとかなのかな？すごい期間が来ましたね。ちょっと久々やって面白かったんで、また。今度誰か入れてやりたいね。3人ぐらい。自分以外にね、人呼んでやってみたいなと思います。では、今回はこの辺にしたいと思います。お疲れモンキー。